彼は無能なので立ったままの方がいいんですよ。大口取引先との商談の席で自分の席が見当たらず焦る俺と心配する取引先の社員に対し、課長は笑いながら言った。簡単な業務も満足に一人でこなせない出来損ないでしてね。ここにいることすらはばかられるのに、どうしても出席したいって言って聞かないものですから連れてきてやったんです。平然と嘘を言って、俺を笑い者にする。俺は課長の指示で出席しただけで、どうしても出席したいなんて言ってない。なぜこんな悪趣味な嫌がらせに合わなければならないんだ。笑いのネタにするためだけに呼ばれたとわかり、俺は両手を怒りで強く握りしめる。そんなに彼は無能かね。その時、取引先相手の社長が重々しく口を開いた。ええ、それはもう、これ以上ないってくらいの無能でして。面白おかしく語り聞かせる課長だったが、直後、その笑顔を凍りつかせることになった。俺の名前は田島俊介。今年、白樺商社に正社員として入社した。新人研修が終わって配属先が決まり、新しい環境にますますモチベーションを上げて頑張ろうと思っていた矢先のことだった。お前の教育係は、あそこで雑用やってる契約社員の大川に任せることにしたから、わからないことは全部あいつに聞け。配属先の課長である後藤元彦さんが自分のデスクに俺を呼び寄せ吐き捨てるように言った。大川さんですか？俺は大川さんを見る。黒縁のメガネをかけている大川さんはコピー機の前で何やらコピーをしているようだった。別に正社員と契約社員を区別するつもりはない。ただ契約社員に教育係を任せることに少し違和感を覚えた。軽く首をかしげて後藤課長を見る。すると後藤課長は不愉快そうに眉根を寄せた。おい田島、顔をこっちに向けるな。お前、顔がムカつくんだよ。社会人らしからぬ、いや、人としてどうかと思う後藤課長の言葉に面食らう。その時、書類のコピー作業をしていた大川さんが戻ってきて、後藤課長を呼んだ。後藤課長、コピーが終わりました。大川、お前がこいつの教育担当な。たった今、コピーをしてきた書類の束をデスクへ置く大川さんに、後藤課長が二べもなく言う。それに大川さんはいぶかしそうな顔をした。新入社員の教育は、二年目の契約社員の僕じゃなく、正社員の方が担当した方がいいのではないでしょうか。はあ？こんなやつお前で十分だろう。こいつの顔を見てると気分が悪くなるんだよね。さらっとすごい理不尽なことを言う後藤課長。あまりのことに思わずあっけに取られてしまう。後藤課長はこちらがポカンとしているのを無視して足早にどこかへ行ってしまった。田島くん、これからよろしくね。苦笑いを浮かべて大川さんが言うのに、俺は慌てて頭を下げた。大川さんは契約社員2年目であったが、教え方がとてもうまかった。大川さんの能力の高さを見越して教育係に指名したのかと一瞬考えることもあったが、教育係に指名した際の後藤課長の言葉遣い、それから普段の大川さんに対する態度を見ればそうでないことは明らかだった。ただ、それでも大川さんが優秀なことに変わりはないので、俺は懸命に学び、仕事を覚えた。田島くんは飲み込みが早いね。僕は覚えるのに、君の倍くらいかかったよ。いやいや、大川さんの教え方のおかげですよ。
大川さんがニコニコと笑って褒めてくれる。そんな和気あいあいとした雰囲気で日々の業務をこなしながら、それと同時にこの職場のことなども大川さんからいろいろ教えてもらえた。そのほとんどが後藤課長のことである。他の社員からも厄介な課長だと悪評が高いそうだ。一度目をつけられると最後、ひどいいじめにあって退社に追い込まれる社員も見てきたと教えてくれた。僕は目をつけられているほどじゃないけど、嫌われてるみたいで、よく変な仕事を押し付けられるよ。まあ、僕の場合は契約社員だから仕方ないところもあるけどね。それから大川さんは、後藤課長には気をつけた方がいいよと言う。顔が気に入らないと配属早々言われ、すでに目をつけられているような気もしたが、俺は曖昧に笑って礼を言った。だいぶコツも覚えてきて、二人連携して仕事を円滑に進められるようになってきたある日、後藤課長が近づいてきた。調子に乗んなよ、お前ら。突然そんなことを言ってくる。わけがわからず、大川さんと顔を見合わせていると、後藤課長がイライラした様子で続けた。どんどん仕事をこなしているみたいだけどな、新人のできる仕事量じゃない。どんなずるい手を使ってるんだ。意味がわからないことでイチャモンをつけてくる後藤課長は、どうやら多い仕事をきちんと仕上げてくる俺たちが気に入らないらしい。そんなことはしてません。田島くんが優秀なんですよ。大川さんの黒縁メガネのレンズが光った。こんなキモい顔してる田島が優秀なわけないよな。はははとバカにしたような笑い方をした。そういう後藤課長に、大川さんはいつものことと取り合わず仕事を続けていた。俺が何かを言おうとしたら、大川さんに目くばせされる。大方他の奴らに手伝ってもらってるんだろう。そんなお前たちに楽しいお仕事を持ってきてやったぞ。どんと目の前に置かれた書類の束と複数のファイルボックスがいくつか。ずる賢いお前らへ楽しい楽しい罰だ。書類の整理を明日までに二人でやれ。え？は？と俺は目の前のものに驚き呆然となった。書類の束は前が見えないぐらいの高さまでそびえ立っており、どう考えても明日までなんて無茶すぎると思う。ふと隣を見たら、大川さんが口をへの字にしてメガネを人差し指で上げていた。後藤課長、これはあまりにも無理だと思います。せめてあと二人は応援を。大川さんが言い募るが、後藤課長がかぶせて怒鳴った。口答えするんじゃない雑用係が。やれって言ってるだろうが。それから二人必死になって書類の整理に取り掛かった。休憩も返上し、ぶっ続けで作業をしたし、残業も許される時間までいっぱいいっぱいまで使う。次の朝も早めに来て頑張った。そして、なんとか帰りまでに処理が終わって、後藤課長に報告してその日は帰宅できたのだ。しかし、次の日出勤すると、後藤課長に呼ばれる。おい、大川田島、どうなってるんだこれは。バシンと書類でデスクを叩き、紙が散らばる。どうやら書類の整理で間違った分類をしてしまっていたらしい。上に指摘された後藤はカンカンだった。申し訳ありません。明らかに後藤課長が無茶を言ったのが原因だろうと思ったが、間違っていたことには変わりない。一生懸命謝罪した。だが、後藤課長の怒りは収まらなかった。こんな簡単な作業もできないのか、役立たずの無能コンビが。その後も、長々と説教というか、罵倒を受け続ける羽目になる。課長が疲れて、
ようやく解放された。ありがたかったのは、他の社員たちが状況を理解してくれていたことだ。無理を強いたのは後藤課長なので、課長が悪いでしょと、みんなが声を揃えて言ってくれる。もっとも、言い返したり助けたりすると目をつけられるため、陰で励ましてくれるだけなのだが、そりゃ、みんな嫌がらせには会いたくない。退社に追い込まれたくないという気持ちはとてもわかる。だから、どうしようもなくて、俺と大川さんが日常的に罵られる毎日であった。役立たずコンビに仕事を任せるとろくなことにならんわ。後藤課長はミスをいつまでも引っ張って嫌味を言ってくる。そんな課長に俺は怒りを覚えずにはいられなかったが、大川さんは課長に言わせておけばいいと取り合おうとしなかった。そんなある日、書類のコピーを取ろうと立ち上がった際、後藤課長に呼び止められた。田島、明日ヒノキ商事と新商品の商談がある。そこでお前を紹介するから出席しろ。そう当たり前のように偉そうに命令してくるので驚いてしまう。ヒノキ商事といえば、うちが一番に取引している大きな会社だ。物流ネットワークを基盤に産業やアパレル、製品売買などを一手に担っている総合商社である。最近は保険関係にも力を入れており、テレビ CM までやっている。そんなすごい会社との商談で、今年の新入社員として入社した平社員である自分を紹介してくれるという。それも後藤課長が。今までの後藤課長の振る舞いを考えても、ちょっと信じがたい。だが、紹介してくれると言うなら、失礼のないように気をつけよう。承知しました。おお、しっかりな。俺が気合を入れて返事をすると、後藤課長はニヤニヤと笑ってうなずいた。そして迎えた翌日の商談当日、商談部屋である会議室へ入室する。席には名前が書かれており、きちんと誰が誰の席か指定されていた。ところが、席を見回ってみたが、なぜか俺の名前が書かれた席がなかったのだ。焦ってしまい、何度も見て回る。おかしい。後藤課長は俺も出席しろと言ったのだから、席がないわけがない。という考えが頭の中でぐるぐる回り焦る。そんな俺を放っておいて、後藤課長はさっさと自分の席に座る。後藤課長は涼しい顔をしていた。彼の席は。その様子に気づいたヒノキ商社の社員が、怪訝な顔で後藤課長に聞いた。言わずもがな、彼というのは俺のことである。すると、驚くべきことを後藤課長が言い放ったのだ。ああ、彼は無能なので、立ったままの方がいいんですよ。え？驚いたように聞き返すヒノキ商社の社員たち。俺も彼らと同じ顔をして、後藤課長の横顔を見つめた。まあ、こいつはですね、簡単な業務も満足に一人でこなせない、出来損ないでしてね。ここにいることすらはばかられるのに、どうしても出席したいって聞かないものですから、連れてきてやったんです。俺の方を見やり、鼻で笑う後藤課長は、マシンガンのように話し出した。教育係の契約社員と結託しましてね。仕事を他の人に押し付けてこなしているようなやつなんですよ。ほんと、インチキ無能社員でして。そんな、俺も大川さんもそんなこと一度も。ああ、こらこら、こんなところでみっともな言い訳をするな。すみませんね、お見苦しいところをお見せして。後藤課長は一人愉快そうに笑っている。その楽しそうな姿に、笑いのネタとしてこの場に呼ばれたのだと分かった。
もっとも見た限り、ヒノキ商社の社員は困惑した顔をしているが、そういうことで仕事もできない、本当に恥ずかしいくらい役立たずなんで、席も必要ないと判断しました。ですのでお見苦しいですが、この無能はいないものだと。そんなに彼は無能なのか？そこで商談に出席していたヒノキ商社の社長が重々しく口を開いた。それに後藤課長は一瞬黙り込んだが、すぐにニヤニヤと笑って答える。それはもうこれ以上ないってくらいの無能でして。そうか、うちの息子はそんなに無能か。社長が後藤課長の言葉を遮り、怒りをにじませ震えた声で言う。それを聞いた後藤課長は何のことかわからないといった様子で、一瞬キョトンとしていた。そして一拍遅れて後藤課長が驚きの声を上げる。そう、実は白樺商社の得意先のヒノキ商社の社長は俺の父なのだ。そして俺はヒノキ商社の田島社長の跡取りの一人息子である。社会勉強のために父の会社以外に就職したのだが、得意先の社長の息子だと分かれば周りが遠慮すると思い伏せていた。こいつ、あ、いや、この方が社長のご子息？そうだ。父の返答を聞き、後藤課長はしどろもどろになって言い訳を始めた。その見るに絶えない姿に呆れ、これまでの怒りも合わさり口を挟む。後藤課長、俺の顔がムカつくって言ってましたよね。は？そんなこと。父さん、顔が気に入らないって理由で入社早々後藤課長から新人いびりを受けたよ。ミスはしてしまったけど、普通4人でやる作業を2人でやれってできるわけないのに無能扱いされたし。やめろ、それ以上何も言うな。後藤課長が立ち上がって止めようとしたが、俺は構わずに続ける。僕だけじゃない、みんな後藤課長からいびられるのを怖がってる。僕に仕事を教えてくれた大川さんのことも無能だと暴言を吐いて。そうか、俊介、未だにこんな時代遅れの人間がいるとは。これはどういうことかね、後藤、説明を。どういうことと言いますと？言いますと、じゃないだろう。俊介が言っていたのは本当なのか？自社の社長ならともかく、お得意様の社長に知られるというとんでもない失態にさらされてしまった後藤課長は、これ以上言い訳もできず、白状するしかない。申し訳ございませんでした。白樺商社の社長ご子息だと知っていたなら、こんなことは。知ってたらやらなかった。だが、その場合標的がただ変わるだけでは？父が心底軽蔑した顔で後藤課長に聞く。その父に怯える後藤課長はさらに縮こまり、ついには地べたに手をついて頭を下げ出した。俊介くんに無礼を働き、誠に申し訳ございませんでした。土下座したとしても何も変わらぬ。これは御社社長に報告し、取引を考え直さねばならぬ。それを聞いた後藤課長は、頭を地にこすりつけ、絞り出すような声で謝罪を繰り返した。申し訳ございませんでした。そればかりは何とぞ。だが、そんな後藤を無視して、白樺商社の面々は部屋を後にしたのだった。残ったのは俺と、放心状態で土下座姿のまま動かなくなった後藤課長だった。その後、父が商談の時に言っていた通り、後藤課長の悪行を白樺社長に報告した。
得意先から不名誉な指摘を受けたうちの社長の心中は、平社員の俺では推し量ることができないほどだと思う。大激怒した社長はすぐに後藤課長を呼びつけてこんこんと説教をし、処分が決まるまでしばらく謹慎処分を言い渡した。その間に内部調査が行われ、後藤課長の悪評とこれまで高圧的な態度を繰り返し退職させていた社員の存在が明るみに出ることになる。それにより後藤課長は課長の地位を剥奪され平社員に降格した。その上、田舎の支社に飛ばされるという処分が下る。処分が甘いという社員もいるが、俺としては後藤課長の顔を見ることもなくなり、そこまで気にならなかった。確かに相当今まで退職に追いやってきたのにクビにならないなんてという気持ちもわかるけど。田島くん、これとこれをお願いします。いつも大川さんが今日の仕事の割り振りをしてくれる。状況に合わせていろいろだけど、大川さんは俺の仕事のパートナーとしてもとても息が合っていると感じている。後藤課長の一件で俺が日野木社長の息子だということは会社中に広まった。中には得意先社長の息子ってだけで態度を変える人もいたが、ほとんどは大川さん同様今まで通りである。それが本当にありがたかった。そうだったんですか。納得です。田島くんって理解からの応用力が最初から備わっててすごいなぁなんて思ってたんです。俺の正体を知った時、大川さんはそんなことを言って笑っていた。こんなにできる人がこんな会社のこんな部署にって驚いてた。おかしそうに明かす。いや、やりたいことをやってきただけです。まだまだ大川さんには学ぶところたくさんありますよ。笑い合いながら平穏に仕事をしてきた。でも田島くんはいつか日野木商社に戻ることになるんですか。寂しいです。黒縁メガネを上げて大川さんが寂しそうに笑う表情を見て、俺もそう思った。一緒に仕事ができればとても楽しいだろうし、知った仲なら仕事もやりやすいだろうと。だから実際に父の会社に戻るときは父に相談に乗ってもらおうと思っている。彼を俺のパートナーとしてスカウトできないかと。その日までしっかり大川さんの元で学び、日々成長していきたい。